木のと羊改革は、朝鮮で1895年から1896年にかけて、日本の影響力の下で行われた、急進的な近代化改革である。1894年から1895年にかけて行われた、交互改革の後を引き継いだものだが、木のと羊改革を交互改革の一部として、全体を交互改革と呼ぶこともある。 1895年4月に日清戦争で日本が勝利したが、三国干渉の結果、朝鮮での日本の影響力が弱まり、王妃の貧妃を中心に、振動派の力が増した。その結果、日本の影響力の下で行われていた、交互改革は停滞することとなった。しかし、10月8日に貧妃が殺害されると、近江州内閣は、 急進的な近代化改革を再開した。断髪令、旧暦から太陽暦への変更、新しい年号、元用の制定、小学校の設立、郵便網の整備、首都法の施行、軍政改革などが行われた。しかし、これらの急進的な改革、とりわけ断髪令は民族の伝統である、霊族を否定するものとして、 地球派の激しい反発と抵抗を招き、1896年2月11日には、国王の抗争が、ロシア公使館に移り、金公衆と魚上中は、群衆に襲撃されて殺害され、木の土羊改革は終わった。金飲食は捕らえられて、終身流刑に処せられた。1895年11月頃、朝鮮中部では再び義兵闘争が起こり、翌年には、 朝鮮全土に波及した。朝鮮の地方官や日本人は襲撃、殺害され、軍用電信船の切断など妨害活動が相次いだ。ありがとうございます。